い、どうもケニーです。よろしくお願いします。ということで今回もバンティラッシュやっていきましょう。ということで、はい、てなわけでですね、今回なんですけども、さあ皆さん、これを見て何か気づくことはありませんか？そうですね、ゲッターが多い。そう、最速王決定戦ということで、今回はですね、誰が一番早く、はい、シーハタに到達できるかっていうのをね、今回やっていきたいと思います。うん、で、まあ、今回ね、こちらのキャラクターたちをピックアップしてきたんだけども、まあ、この中でね、まあ、明らかに早い、まあ、早そうなやつ、ちょ、3人はですね、シード候補にしていきたいと思います。はい。まず1人目は、もちろんこのキャラクター、キングですね。はい。キング、シード権獲得と。で、もう1人がこのキャラクター、コウズキおでん。そうだよね、ガンもどきもあって、通常の移動も早い。そしてラストがですね、はい、光の速さのボルサリーノ、はい、キザルですね。これがシード権獲得の3人になってきます。はい。で、一応他のキャラクターは予選で勝ち上がった最終的の1人がこの3人と戦っていくと、はい、言った形にしていきたいと思います。いや、マジで意外なキャラクターが結構ね、すごかった。マジで意外すぎるんで、まあ今回ね、ぜひとも最後まで楽しんでもらえたらなというふうに思います。それでは見ていきましょう、どうぞ。さあ、それではいよいよ開幕だ。今回の第1回戦目のキャラクターたちはこのキャラクターたちだ。この中での1位と2位が準決勝に進むことができる。さあ皆さん、この中で1位2位になるのは誰でしょうか？さあ、本当にそれかな？大丈夫かな？実は案外こんなやつも優勝候補だったりするんだぜ。それでは試合を楽しんでくれ。それでは最速王決定戦1回戦目のバトルがそろそろ開始される。さあ3、2、1、ゴーだ。さあ、おっと、ここはドヒミスっていくが、もう手遅れだ。ミスってなかったとしてもドヒは明らかに遅かった。さあ、今これはどうなったか。さあ、結果を見ていこう。結果はこうだ。1位がウルティ、2位サンジ、3位シキといった形になっている。さあ、準決勝に進めたのはウルティとサンジ。続いての面々はこのキャラクターたちになってきます。さあ、おっと、ここでなんとメッセージが届いております。カクさんからですね、最近僕が全然使ってくれる人がいないのでリタイアします。おっと、拗ねてます。カクさんが拗ねてリタイアと、はい、いうことで今回カクさんはリタイアしましたね。はい、なんとまたもや問題が、おっと、この中でお前は明らかに無理だろと、おっと、なんとこれは明らかに無理だと言われて審判をされているキャラクターがいます。これは悲しい。では見ていきましょう。さあ、それでは2回戦目、審判が猫マムシと、そしてカクさんがいじけた代わりにセニョールピンクが代打でまたもや出てくれた。さあ、先ほどはセニョールピンク予選敗退しているんですが、今回は敗者復活戦として勝てることができるのか。さあ、この中で誰が1位と2位を取るのか、皆さんは予想できますか？スタート。さあ、まずは恐竜になっていく。さあ、続いていくが、いくか、なんとドベドベだけど暴れていくあまりにも遅すぎて怒っておりますおっと、さあ、ここで順位を見ていきましょう。1位がクロコダイル、2位がウタ、3位がハンコ。さあ、準決勝進出はクロコとウタだ。さあ、それでは決勝戦をかけた試合をしていただこう。この4人のうち1人が決勝戦に進むことができる。さあ、皆さんの予想は誰でしょうか？先ほど1位を取ったクロコかウタか、はたまた何か奇想天外なことが起きてウタちゃん3時1位になることができるか、ぜひと皆さん最後まで目を離さず見てください。さあ、それでは決勝戦をかけた最後の一試合、さあ、この4人のうち誰が1位になるか、開幕。さあ、おっと、ここで出だしはどうなってくる。おっと、なんとウルティが1位に。クロコダイル、サンジのゲッターを差し押さえて、おっと、ここでなんとクレームが入ってますね。クロコダイルさんからのクレームです。なんと、あ、
味方に当たってしっかりと飛べなかった。おっと、難癖つけております。さあ、まあてなわけなんですけども、ここでクロコダイルさんから言われてしまったので、クロコダイル先ほどの1位と2位の直接対決をして勝者を決めていこうということで、まあこの2人で対マンをしていただくと、はい、言った形になります。はい、なのでまあ一応ぶつからないようにお互い端っこでのプレー開始になってきますね。それでは開幕。さあ、おっとクロコが飛んでいく。さあ、おっと同時にも見えたが、ここは審判の人たちの結果を教えていただきましょう。なんと全員一致でクロコ、クロコに決まりましたね。はい、ということで初戦出場はクロコダイル。さあ、あの優勝候補の3人たちに立ち向かっていくことはできるのか。さあ、それではいよいよ決勝戦の始まりです。1番クロコダイル、2番キング、3番キザル、4番コウズキおでんと、どれが優勝してもおかしくないスピードを持ってる。さあ、皆さん誰が優勝すると思いますか。さあ、最後までご覧ください。さあ、なんとここでデータが飛んでしまうというまさかの事態。なのでステージが変わってしまい、スリラーバーグでの新しいルール、端から端、先にタッチした方が優勝。さあ、開幕。さあ、これでキザルが飛んでいく。おっと、これキザルが一歩先に出たかと思えば、さあこれはどうだ。さあ、この判定を聞いていきましょう。1位キング、2位キザル、3位クロコ、4位おでんという結果でした。とここでキザル選手が全く納得しておりません。さあ、その中で始まってきたのがこのタイマンバトル。3位のクロコ選手に喧嘩打っていく。お前はスピードは俺より下だ、だから俺には勝てない。このルールは先に C 旗に到達して旗を握った方が勝ち。さあ、開幕。さあ、まずは C 旗に到達したらキザルだが握れない、握らせてもらえない。スキルが終わった後のモーションがでかすぎて握れない。最速とは何でしょうか。さあ、この中でキング、さあ王者のキングにも喧嘩を振っていく。スピードなら同等クラスを持っている。さあ、開幕。さあ、ここで C あたり先に到達する。さあ、だが握れない、握れない。最速ってのは何でしょうか。さあ、ここで時間を費やして本当にストレスが溜まってるおでんから猛攻撃を受けていく。本当にごめんなさい。